こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後100課から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は花開いて太平の春です。これは一花開いて天下春なりに由来すると考えられます。それでは今から花開いて太平の春を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。